こんにちは。今日はカップ戦の決勝です。優勝をかけた戦いになります。どちらのチームからも気合十分な様子がうかがえますね。この試合は e スポーツが中継します。皆さんこんにちは。まもなく UEFA スーパーカップが始まります。この試合実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。福西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりますね。シーズン開幕前のお祭りが。チャンピオン同士の対決をじっくり見ていきましょう。今日はベガルタ仙台対トッテナムホットスターのマッチアップです。こちらが今日のスターティングラインナップです。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置するシステムです。こちらがトッテナムホットスターの先発メンバーです。攻撃的な 4-4-2 で戦うようです。攻撃力のある選手を前線に2人残しています。いよいよ待ちに待った試合のキックオフです。非常に注目度が高い試合ですからね。いいゲームが期待できそうです。さあリードできるか。入った。なんとリードしました。信じられない展開になってきましたね。ちょっと想定していませんでした。ただまだ油断は禁物ですよ。ゴール。素晴らしいパスからの得点です。初めてのチャンスらしいチャンスと言っていいんじゃないでしょうか。見事な決定力です。ゴールが生まれたのは開始3分。ゲームが早くも動き出しました。エルセイド・ヒサイ。ノスだ。シュートは入るか。コーナーキックになったようですね。こんなことを言うと怒られそうですが、格上相手の試合ではこういうチャンスはなかなか巡ってきませんよね。サポーターもこの試合で初めて盛り上がっているんじゃないでしょうか。難しいシュートでしたが枠を外れます。ソン・フンミン。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。見事なシェアです。これはスルーパスが強いか。ナイスシュート。ゴール決まった。これはもう自信にあふれているという様子がうかがえます。ハリー・ケイン。そっこ。ハリー・ケイン。
ソン・フンミン。振り抜いた。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。いいボールを送りたい。これはディフェンダーを超えません。エルセイド・ヒサイ、気は抜けない展開です。ここはサイドに持ち出すでしょうか。いいクロスだ。素晴らしいヘディングです。ヘディングで決めました。うん、いいヘディングでしたね。ゴール、素晴らしいヘディングですね。あのポジションに入った時点で勝負ありといった感じでしょう。この展開は予想できませんでした。シソッコ、エリクセン、ノツダ・ガキト、これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。これは見事なパスカットです。ひとまず前に出しました。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。これは残念、ボールを手放してしまいました。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。いやー、ギリギリでしたね。よく受け手の動きを見てパスを出しましたが、ちょっとタイミングが遅かったかもしれません。見事なスルーパス、スペースにスルーパス、ちょっと長いか。まだボールは生きています。クロスが入りました。決まった。素晴らしいシュートだ。このゴールでハットトリック達成です。ハットトリックとなりました。勢いが止まりません。今日はこの選手の日ですね。動きにもキレがあります。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。大量リードを許した状態で再びキックオフです。シソコ、クリスチャン・エリクセン、ソン・フンミン、固いディフェンスに攻めあぐねています。これは相手にパスしてしまいました。ここはキープしたい。ノツダ・ガキト、さあカウンターで一気に行きたい。カウンターのチャンスを生かしたい。頭で入れました。見事なヘディングでした。ナイスヘッドです。再びこの選手が決めました。素晴らしいゴールです。試合にかける意気込みが伝わってきます。いい形でボールを呼び込んでいますよ。序盤で点差が開きました。一方的な展開になりそうです。エリクセン、いい形でゴール前まで持ってきました。クロスを中央に入れた。これは惜しい。ボールはゴールの上を越えました。シソコ、エルセイド・ヒサイ、ウェファースーパーカップは前半。後半が始まりました。このままワンサイドゲームとなるのでしょうか。
ソン・フンミン、デレアリ、カウンターアタックのチャンスです。チャンス来た。このスルーパスは通るか。このシュートはどうだ。これを止める。なんという反応でしょう。素晴らしいセーブでした。中に入れた。前に出しましたが気を抜けません。よく止めましたがボールはこぼれています。カルバハルですが、マンチェスターユナイテッドへの移籍が決まりました。これまで所属していたクラブはレアルマドリードです。はい、興奮しますね。新しいクラブでのデビュー戦が楽しみです。難しいシュートでしたが枠を外れます。ピッチに選手が入ります。デレアリ、エルセイド・ヒサイ、ソン・フンミン、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。カゼミーロ、エリクセン、ルーズボールです。ボールはどっちだ。カウンターを狙います。上がっていけるか。真ん中にクロスを上げた。中央へのボールはクリアされました。エルセイド・ヒサイ、ボールを大きく押し出します。パスコースにはディフェンスがいます。さあどこを狙うのでしょうか。トッテナムが選手を交代します。ボールを入れました。シュートの当たりが悪かった気がします。福西さん、格下と見られたチームがリードしていますが、これはこのまま行ってしまうんじゃないでしょうか。そうですね。全員ドリップ、スルーパスが味方に通る。面白いボールが出た。シュートだ。来た。ゴール決まった。近距離から決めてきました。ここは無人のゴールに放り込んでいます。どうしたんでしょうか。ぽっかりとゴールが空いていましたね。かなり一方的な試合展開です。ビクター・ワニヤマ、クリスチャン・エリクセン、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。ケイン、ここはキーパーが積極的に出ました。つまらないミスでボールを失いました。ここは狙いたい。中の選手にクロスを入れた。頭で決めました。ヘディングで決めました。ナイスヘッドです。ヘディングからのゴールです。ボールをよく見て狙いましたね。ゴール前に入る動きも見事です。この展開は予想できませんでした。狙ってきたぞ。惜しくも追加点のチャンスを逃しました。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。エリクセン、
ウンターアタック、見事なシェアです。これはスーパスか。ここはよくスペースが見えていました。キーパーのファインセーブ。あの距離からのシュートによく反応しました。コーナーから中へ、キーパーがコーナーキックを弾き出しました。 The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of any time。 中盤でボールをカットしました。トッテナム、サイドのスペースが広く空いています。先走り。ウェファースーパーカップを振り返りましょう。福西さん、どのようにご覧になりましたか？素晴らしい内容の試合だったと思います。開幕からチームの状態がいいですね。さあ、ウェファースーパーカップ勝利チームの選手たちがピッチに設けられた表彰台に集まります。カップを掲げる時がやってきました。チームの歴史にまた新しいページが書き加えられる瞬間です。嬉しそうですね。スーパーカップを手にすることができるのはこのチームだけですからね。選手たちは勝ち取ったこの権利を、この特別な時間を存分に味わってほしいですね。今日の試合を見に来たサポーターの喜びもひとしおでしょうね。もちろんですよ。見に来たくても見に来られなかった人もいるのですから。そして最後にタイトル獲得の記念撮影です。選手の顔から喜びがあふれています。いやー、どの選手もテンションが